株も稼いで石固定もできるっていう同時進行ですよ。え、もう500万いった。石固定やるか。あー柵でやった方がいいか。あー なるほどね。それかさ、株で株で埋めない地面ありじゃない。皆さんこれからやることやばいです。皆さん、島全体に株を置いてきます。採掘場がここにしようかなって言ってます。自分家の前、目の前にしようかな。1つにつき3は必要だよな。横 3×3 が必要なんだよね。これよっしゃよしよし。あら、で、はい、ちょっと株も稼いで石固定もできるっていう同時進行ですよ。え、もう500万いった。え、やば。え、ちょっと待って。見にくい。結局1500万。よし、行くぞ。行きます。行くぞ。あったーっしゃい。まず一つ目、子供が生まれた気分経験したことないから分かんないけど、いきますよ。もう70メートル上がってくる。絶対上がってくる。俺みんなそう、石が来るまでね。さあ、だってえっ、あ、そっか、昼だった。いきます。おお、いきます。おいー、来たー。しゃあ、ふっふっ。おっとっと、あれ？え？あ、昼だった。おお、どどん。おお、来たー。これで自利品回避。よっしゃー。さあ、朝です。うおー、来たー。生まれました。元気な女の子です。いやー、ありがとうございます。3人目生まれました。ありがとう、生まれてきてくれてありがとうなー。おーおー水曜日のお昼来い。あれ、さあ、はい、来ましたー。愛くるしいな、お前は。お前は愛くるしいな。かわいい産声あげて、生まれたよ。みんな、みんなにご挨拶しないと。お前できないか。そっか、まんまるじゃ。上がられたら逆に嫌なんだけど。うわ、150。何またこのニベル、何これ。はい、いや、これはっ、オープンツッツ。強要範囲、まだ大丈夫。埋める埋める埋める、最後の子埋める。さあ、最後の一人の子出てくれよ。ここで、株もね、まあ、140台だったら、もうウィンウィンですね。上がるから。
ショッピングサイト